松戸市より NHK をぶっ壊す。本日2020年の、10月の8日、1時40分です。と、タイトルにもある通りなんですけれども、生活保護を、受給している方、これから申請される方の、NHK の放送受信料の免除申請書について、ちょっとね、昨日、ちょっとご相談の電話があったので、改めて、ちょっと動画を作っております。まあ、もうご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、昨日の、電話のご相談の内容っていうのが、お家にテレビがない状態、受信設備がない状態の人もこの免除申請書っていうのは出さないといけないんでしょうかっていうご相談だったんですね。で、もちろんね、結論から言いますと、その、受信設備がないお宅に関しましては、契約する必要ないので、もちろんその免除申請書を出す必要ももちろんないです。で、これは松戸市に関しては、この用紙使ってるんですけれども、わかりますかね、これは免除申請書にもなってるんですけれども、それと同時にここですね、受信料をの契約も兼ねた書類、契約書とありますよね、放送受信契約も兼ねた書類になっているので、これを提出するイコール、NHK と放送受信契約を結ぶっていうことになる書類になります。なので、もちろんね、生活保護を受給している間に関しましてはもちろん免除されるのでね、受信料は免除されるので、請求書というのは来ないんですけれども、生活保護が終わるともちろんその、この免除申請の期間が終わってしまうので、今度は請求書が来るようになってしまうんですね。で、結構それを知らない、方がすごく、生活保護を、ね、受給されている方は本当に多くて、この相談というのはよくよくかかってきたんですけれども、自治体によってはこの放送受信契約、契約書っていうここをね、二重線で消して自治体もあるんですけれども、大体は結構このまま使ってる自治体がほとんどです。なので、ケースワーカーの方もこれはね、契約書も兼ねた書類なんですよって多分そこまではね説明されないと思うので、本当このことね、生活保護を受給されている方周りにいたら教えていただけたらなと思います。で、松戸市に関しましては、私、去年の12月に一般質問でこれを取り上げまして、この、免除申請書、契約書も兼ねているのでこれはどうにかならないでしょうかということで、市の方に、質問しましたところ、確かにその、これはね、契約書も兼ねているので、市がね、その契約を促していると、誤解を招きかねないとのことで、一応ね、その、この申請書をね、なくすことはできないので、こういった松戸市に関しましてはこういった感じで、生活保護を受給される方へっていう方で形で、これはどこに書いてるのかな、免除申請書は放送受信契約も兼ねた書類になっていますということで、こういった注意喚起をしていただける、用紙をこれを一緒にね、申請に来られた方に渡していただけるようになりましたので、もしね、松戸市民の方でこれもらってないとかっていう方いらっしゃったら、私にまたお電話いただけたらなと思います。で、ね、この YouTube も N 国の、ね、YouTube を見ていただけてる方はほとんどこれは知ってると思うんですけれども、ね、まだまだ知らない方もたくさんいるので、この動画なり何なり、拡散していただけたらなと思います。で、本当に、ね、松戸市民の以外の方でも全然大丈夫ですので、いつでもですね、何かあれば、中村のり子の方までご相談いただけたらなと思います。と同時にコールセンターの方も朝の9時から、夜の11時までやっておりますので、下に電話番号など貼っておきますので、そちらにかけていただけたらな、かけていただけたら確実に、対応させていただきます。ということで、まだまだね、知らない方もたくさんいると思うので、一人でも多くの方にしていただけたらなと思います。はい、以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。